初代、松本白鸚7月7日から1982年1月11日は、日本の歌舞伎役者。野号は、高麗屋、縄文は、4つ、花火師、河門は、不戦長。日本芸術院会員、重要無形文化財保持者。本名は、藤間淳二郎。拝名に、西木マスがある。白鸚の名跡は、襲名披露工業の舞台以外に、 ほとんど実績のない事実上の隠居名で、存命中は八代目松本幸四郎として知られた。七代目松本幸四郎の次男として東京に生まれる。父の方針で行政学園に通学し、舞台に立ったのは学生時代からだったため、子役の経験がない。彼自身は、後年、もし歌舞伎役者にならなかったら画家を目指していただろうと語っている。 1926年2代目、松本淳造の名で、初舞台。1928年初代、中村吉右衛門の門に入る。後に吉右衛門の娘、奈美野雅子を妻に迎える。1931年4月明治座の、菅原伝授手習い館、車引きの梅尾丸で、5代目、市川染五郎を襲名。戦後は、菊、吉の二大俳優の後継者として、 頭格を表す。1948年文部省芸術最小受賞。翌年8月東京劇場、肝心町の弁慶と、平かな清水期、坂路の樋口二郎で、八代目、松本幸四郎を襲名。新種の貴重に富み、従来の歌舞伎役者の殻を破る活動に、積極的に挑んだ。1957年には、 文学座の明智光秀に出演。また1959年、娘、影清親島日記では8代目、竹本綱太夫や9代目、竹澤康七と共演。それまで、相入れなかった文楽との共演を実現し、テアトロン賞と毎日芸術賞を受賞した。さらに1960年には、シェイクスピアのオセロに挑んで話題となった。1961年に小畜を離れ、 劇作家、菊田和夫の招きで、息子二人と一門とでこぞって東方に移籍、歌舞伎界に大きな衝撃を与えた。これが、歌舞伎役者型分野の演劇に進出する一つのきっかけとなる。その後も、東方で山本藤子や山田椅子らの女優と舞台で共演するなどしたが、東方の工業方針に対する不満や、自己の芸術感と菊田の脚本との相違。 ズレなど問題が絶えず、この遺跡は必ずしも成功とは言えないものだった。遺跡後も、国立劇場で1969年6月の川竹木網作の歌舞伎、スタモミジウトタに陶芸復活上演など渦漏れた古典に取り組んだり、同年11月には三島幸男作の新歌舞伎、新節弓張月を初演するなど、精力的に歌舞伎の舞台に立った。 10年後小畜に復帰し、再び歌舞伎座の舞台に立つようになる。1972年史上保証。1974年日本芸術院賞。1976年日本芸術院、会員。1978年文化功労者。1980年 NHK 放送文化賞などを授与された。1975年重要無形文化財保持者に、 認定されている。1981年10月、松本光志郎の名席を、長男の六代目、市川染五郎に譲り、自らは、松本白王を襲名。白王は、父、七代目、松本光志郎が使った画号から取った。この襲名披露では、八代目の孫である三代目、松本金太郎も七代目、市川染五郎を襲名し、後来や三代の襲名となった。 この襲名疲労が白王としては唯一、そして生涯最後の舞台となった。晩年に発症したベチェット病が進行して、この頃には全身に痛みが走って思うように動けず、襲名疲労の平服の挨拶も苦痛にこらえながらの、ものであった。翌月初めには文化勲章を受賞、病心を押して、皇居での新授式に臨んでいる。 その2ヶ月後の1982年1月11日、米チェット病悪化に伴う心不全のため死去。71歳坊津。墓は東京池上本門寺にあり、父、七代目高四郎と並んで建てられている。白王の名は陰居名であるため長らく襲名者はなかったが、没後36年後となる2018年1月に、 長男の九代目光志郎が二代目白王を襲名。さらに、九代目の長男である七代目、市川染五郎が十代目、松本光志郎を、九代目の孫である四代目、松本金太郎が八代目、市川染五郎をそれぞれ襲名し、前回の後来や三代同時襲名を再び行う、形となった。中心暮らの巻、雪の巻、男らしい風格のある芸風で、父、 七代目、孔四郎の豪快さと、学府、初代吉右衛門の丸本物の素養とが、見事に融合したものであった。古典では、歌舞伎十八番の、勧進帳の武蔵坊、弁慶、鳴神の鳴神商人、しばらくの鎌倉健五郎影正、丸本物では、金本中心蔵の大勢由良之助、菅原伝授手奈良館の松大丸、 義経千本桜の平と森、中心、イ瀬山不助定金の大半寺成長、一の谷二葉軍機の熊谷直ザ平ひらがな清水記の樋口次郎、総長長狂は日記の濡れ紙、長五郎、梶原平蔵を誉れ石切りの梶原景時、生瀬は物では、極夫、万随長兵衛の長兵衛、桜義民伝の総後、五大力恋館の源の五兵、 天風見上の初花の高知山草春、加護鶴部加害水星の佐野次郎左衛門、絵本号宝区の立場の太平次ぎなど、いずれも本格的な国のある名演であった。新歌舞伎では、いい退郎のいい直助、元の区中心蔵の大石蔵之助などが当たり役。大石蔵之助は、中心蔵下の牧、雪の牧などの映画でも演じている。 また、池波翔太郎原作のテレビ時代劇、鬼平犯課長で演じた、長谷川平蔵は、池波が、初代白王をイメージして書いたと言われるだけに、当たり役となった。十一代目、市川段十郎は実景、実刑。二代目、小野江六は、実刑。妻、雅子は、初代、中村吉右衛門の長女で、小唄、松葉の家元。二代目、松本白王は、長男。 二代目、中村吉右衛門は次男。十代目、松本幸四郎。女優の松本義穂。松高子は孫。孫婿は、俳優の河原和久。音楽プロデューサーの佐橋義行、歌舞伎俳優の五代目、小野菊之助。ひ孫は八代目、市川染五郎と七代目、小野牛之助。ありがとうございます。